はいどうも、レフェです。お願いします。はい、本日イルマボーイさんの取材も終わってはいるのかな、ほぼ終わりかけてるんですけども、大事なこと忘れてました。大事なこと、皆さんのグローブ紹介をしてなかったんですよ。はい、やばい。ということで、まあね、もうちょっとあまり時間もかけられないのがちょっと悔しいんですけれども、まあ手短にちょっと失礼ではあるんですが、皆さんのグローブご紹介させて、してもらおうと思います。それではやっていきます。キャプテン、はい、キャプテン、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあお名前と、キャプテンの山岡レイトです。はい、お願いします。じゃあグローブポンと、はい、ザナックス。いやいいよ、もう年季が入った感じで、あ、なんか結び方結構これ独特だしね。自分いいっすか。お一緒に一緒に一緒に、はい、行こう。 UFO チャンネルのヒヨットです。急に入んなんだ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 。おい、バタバタしてるぞ。でね、なんか特徴とかあれば、こだわりとか。まだ使ってまだ1年ぐらいなんですけど、はい、お、1年でここまで使える。そうです、結構去年の冬とかに使い込んで。うわー、相当練習してるな。自分の方にします、はい、だからキャプテン慣れちゃうんだよね。そうそう、もうね、今日めちゃくちゃいじってきたから俺の方。さっきのキャプテンの癖、言い方の癖。ごめんね、なんでまた来れたら来るの。それまでね、ずっとキャプテン笑顔で、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次次誰じゃん。はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっとお名前をまず。小林康介です。康介くん、キャッチャーだよね。はい、ずーっと俺に今日ね、佐々木戦かましてきたね。詰めていきますって言って思いっきりカーブ投げてきたからね。はい、じゃあね、グローブはちょっと2つあるんで、紹介お願いします。はい、と、なんだこれは、水のプロのキャッチャーミットとウィリソン。はい、お、デュアルのグローブじゃないですか。はい、ね、キャッチャーやってたから、まずじゃあキャッチャーミットから、はい、なんかこだわりとかを言ってもらいましょう。あ、ポケットが深く、あ、浅くなくて深いし。ああ、じゃあしっかりと奥で深く掴むような、ちょっとしっかりと深く掴むような感じなんですね。はい、まあ水のプロさすがだな。さすがだね、かわいい。渋い色もなってきたし、やっぱちゃんとね、使い込んでるんだなっていう感じがします。はい、じゃあちょっとウィルソンも簡単でいいんで、ね、特にこだわりはないし。なるほどなるほど、はい、でもね、すごい使い込まれてて、これも赤い系、赤茶系、赤茶系ですね。グローブにしてはすごいツヤがね、ツヤがすごいです。そう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 、で、なんか汚れた感じがまたいいツヤの出方になってるんで、はい、まあ、これもね、しっかり多分奥で深く、そうですね、ウィルソンらしい方を、本当にウィルソン、ザ・ウィルソンみたいな方になってます。ガーンと出したい。はい、いいね。小湯にでやっぱ使ってますか。あ、はい、あ、やっぱりですよね。ウィルソン、はい、ザ・ウィルソン、ザ・ウィルソンです。じゃあね、これを使って佐々木戦術をしなくても大丈夫かな。佐々木戦術しないです。悪い大人たち。じゃあね、たくさんこれを使ってキャッチャーミットもね、使ってもともと負けたっていってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。柴崎大成です。大成くん、はい、はい、お願いします。今日はありがとうございました。はい、やってました。ちょっとグラブターンと出していただいて、バーンって出していく。バーン、あれ、まさかそれはたまらんグローブじゃないですか。はい、現代モデル。現代モデル、はい、Z のね、親指ラベルの現代モデル、やっぱいいね。いやー、たまらん。黒っていうのが、そうそう、黒っていうのがね、いいですね。普通現代モデルって言ったらさ、そうですね、黄色とかオレンジとか選ぶだろうけど、そこで黒選ぶ、全部黒っていう。そう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 、本当に、いや、渋い、渋い。ほんと渋い。でもね、グローブ好きにはね、たまらん、ね、逆に黒って、黒は結構ほんといい顔だし、ほんとツヤも出るんで、そうそう、でも現代モデルで黒ってね、ほんとにさっき言ってる通り、なかなかないから。はい、で、なんかこだわりとか特徴とかってありますか。ポケットをしっかり作る。なるほどなるほど、じゃあ、現代モデルの特徴を生かしたまんま、広いポケットでしっかりと掴むっていう。そうです、はい。なるほど、もうじゃあ、これもね、プロステータスだから。そうです、皮もいいんで、で、これ使ってどん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 リプレイをしてください。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。失礼ました。はい、よろしくお願いします。じゃあ、お名前をお願いします。松井敦貴です。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと今日グローブ紹介してるので、そうですね、ご自身のお使いのグローブをどんと出してもらって。あれ、プロエッジ、ってことは、まあ SSK 最上級か。そうですね。へえ、これもかなり使い込んでる。本当、はい、練習してる証です、ね、うん、本当。去年の冬頑張ったんだろうなっていう。はい、じゃあ今年もっと汚れちゃうじゃん。はい、なるほど。なんかこだわりとか特徴とかあれば。浅くてセカンドなんで、すぐに蹴り替えられるように浅くて、はいはいはい、当て取りできるようなグローブにしました。なるほどなるほど、まあ、菊池選手がもともとね、そうですね、 SSK 使ってたりとかで、まあ、多分そんな感じの方になってるんだろうなっていう、絶対そうです、はい、感じなので、もっとね、菊池選手のような、はい、セカンドになっていけるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。
2年の阿久澤一世です。一世くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあグローブ紹介だね。ドーンとグローブお願いします。はい、これはグローバルエディットかな。はい、そうです。なるほど、なんか昔の井端選手モデルっぽい。はい、わかんないでね。わかんないだよね。なんかウェブがタータン、そうですね、タータンしっかりと立ってめちゃくちゃ深いね。深いし、もう縦、うん、もう超掴む型。あ、もともと外野守ってる。あ、だからか。だから深いポケットの方が安心するよっていう、はい、ちょっと取りやすかったんで。なるほどなるほど。多分本人が言いたいことで、言いたいであろうこと俺が全部言っちゃった感じですけど、やっぱ特徴もその深さ、こだわりとかでしょ。そうですね、はい。じゃあ、で、今は今はファーストをやっているので、はい、ファーストミット、あのローリングスのファーストミット使ってたよね。はい。あれも自分の、いや、あれは部の。ああ、そういうことか、そういうことか、はい、すげえ渋いの使ってるなって確かにローリングス結構渋いっすね。うん、じゃあね、やっぱファーストビットも深いから全部のグローブ深く安心感をっていった感じ、そっちの方で、ね、はい、じゃあどん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 使ってもっともっと長くやっていってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、お名前を。2年の田島海人です。今日すっごい煽られたからねめちゃくちゃ、あーい、シャダーとか言ってショート守ってる時に煽られたから大体みんなからすごい、すごい元気な子なんで、はい、じゃあちょっとグローブをパーンと出していただいて、はい、それは今日トラスト、あー、ザダックスか、見えなかった。なるほど、あ、またこれも黒いグローブで、はい、はい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 、渋い、うん、渋い結構ザナックスってね、はい、あの高校生以上が使うイメージがあったからさ。確かにそうですね。ボーイズの子が今2人か、うん、そうですよ。ボーイズも多分ザナックス前使えなかったんですよ。あ、そうなんだ。はい、そういうのもある。使えるのいいなって、うん、はい、なんか型の特徴とかこだわりとかありますか。とりあえずボイチャンネルをポリスポスブンパリスポス。あー、なるほどね、パカパカ閉じるような、はい、パカパカ系、自分も大好き。しっかりと掴めるの。はい、じゃあね、もっともっとどん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 これ使って広大以外を駆け曲げちゃってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。